皆さん、こんにちは。今回は伊藤純也さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。サッカー選手の伊藤純也さんが自身の性加害騒動で潔白の逆転ゴール決めたのではないかと話題になっています。改めて時間を遡って何が問題になっているかというと、2022年6月21日未明、飲み会の席で知人から伊藤さんを紹介された2人の女性が、断る間もなく連れて行かれた高級ホテルで伊藤と彼のトレーナーから性被害を受けたとして、1月18日に準強制性交罪等で刑事告訴し、大阪府警が受理したと週刊新潮は伝えました。これを受け、伊藤さんの代理人を務める加藤博太郎弁護士は今月1日、完全なでっち上げの事件として虚偽告訴容疑で女性らを逆告訴していました。またニュースポストセブンの記事では、伊藤さんの代理人弁護士がそもそも性行為自体なかったと話したとも伝えられています。そんな伊藤さんサイドが九段の女性2人に対して19日性被害を虚偽告訴され、名誉を傷つけられたなどとして、2,243,3131円の損害賠償を起こしたと NHK などが報じました。これについてネット上では、伊藤さんの潔白を信じるネットユーザーの声が相次いで投稿されました。ついに伊藤の潔白が証明されそうだな。裁判で名誉回復した伊藤の姿がピッチで見られるのは嬉しい。潔白を証明して早く日本代表に帰ってきてくれ。伊藤選手の無実が証明されることを願ってやまない。誰が嘘をついているのか、これでようやくわかる。伊藤、信じているぞ。しかしその一方で、こうしたポストがあるのも事実です。黒っていう証拠もないけど、白っていう証拠もないわけだよね。2億とか一般女性にどえらい金額請求するってのはどうなの。いずれにしても、新たな動きを見せた伊藤さんの性加害疑惑をめぐる問題、著名人らも敏感な反応を見せていました。同月19日の伊藤サイドの損害賠償を求める民事訴訟の提訴を受け、紀藤正樹弁護士は同日に自身の X を更新し、このように綴っています。メディアの取材源のみを訴える訴訟は典型的なスラップ類型の訴訟です。事実を見抜くプロであるメディアが掲載しなければ表面化しなかった事案ですから、市民だけを提訴する訴訟は取材源とメディアを分断させる戦略が見え隠れし、今後の同種の市民活動を萎縮させる懸念があります。スラップ訴訟とは、嫌がらせや恫喝、口封じの目的で訴訟を提起することとされますが、紀藤弁護士は伊藤さんによる民事訴訟提訴を典型的なスラップ訴訟と指摘したので薄。これについてネット上では批判が続出しました。伊藤選手が被った損害を訴えるのは何も間違っていないので、スラップ訴訟って言ってしまうのはどうなのかと思う。伊藤は自分を訴えてきた相手を訴え返したわけで、それが週刊誌を訴えてないからスラップっていうのはかなりの違和感。やってもないことを刑事告訴されて、その罪を晴らす目的で裁判を起こすのもスラップ訴訟になってしまうのか。今のところまだ両者の言い分のどちらが本当なんだかわからないのに、スラップ訴訟と言い切ってしまっていいもの。しかも典型的って、事実じゃないことで訴えられて、それ違いますって告訴したらスラップって言われちゃったら身動きが取れん。以上のように、スラップ裁判を否定し、今回の伊藤サイドの提訴は間違いではないというポストが目立つ結果となっているのです。紀藤弁護士のコメント中の、事実を見抜くプロであるメディアが掲載しなければ表面化しなかった事案という部分に着目するのは、大手週刊誌での執筆経験を持つ50代の元記者男性です。週刊誌といえど完璧に真実を見抜けるかと言いますと、それにはちょっと疑問符はつきますね。完璧な裏取りをしたと思っていても、取材源が事実に反することをよどみなく矛盾もなく話していたとしたら、どうにもならないと過去に仕事仲間から聞いたこともあります。新潮さんを否定する気はありませんが、人間ですから完璧はありえないのではないかと。メディアの取材源のみを訴えるのがスラップ訴訟かどうかは専門家ではないので判断つきません、すいません、と述べています。伊藤さんの民事訴訟の提訴がスラップ訴訟であるか否かについては、他の法律家の発言発信が待たれるところです。そんな松本さんと伊藤さんの疑惑を記事化すべく追い続けている40代の男性ネットメディア編集者によると、
彼らの訴訟の相違点については法律家が発言を行っているといいます。例えばテレビ朝日のアナウンサーから弁護士に転じた西脇恭介さんは、現代ビジネスに松本さんと伊藤選手の訴状を比較した記事を寄稿しています。西脇弁護士は現代ビジネスの記事の中で、今回伊藤さんは新潮社ではなく性加害を証言した女性2名だけを訴え、松本さんはその逆であることを指摘しました。その理由として、条件次第では記事が嘘だったとしても報道機関が責任を負わずに済む真実相当性と、証言者が嘘をついていた場合に法的責任を問われる厳然たる事実を挙げ、伊藤さんサイドが報道機関はあえて外して女性だけを被告にするという戦略を取ったようだとしています。松本さんはその逆を打っており、文藝春秋が記事の内容を真実と信じても仕方ないくらい十分に取材したと認められれば、文春の責任は問われないということになるだろうとしています。さらに同記事で西脇氏は、松本さんが筆舌に尽くしがたい精神的損害を受けたとして求めた5億5000万円が慰謝料であったのに対して、伊藤の2億243万3131円の請求額が全て実損害という相違点も挙げています。松本さんと伊藤さんの差といえば、追撃記事の有無も大きいでしょう。週刊文春が7号連続で矢を放っているのに対して、週刊新潮は初回以来新ネタを出せないでいます。これについても前出の50代の元記者男性がこう語っています。伊藤選手の記事が出た時、これはさらに強烈な続報を用意しているんだろうなと思っていたのですが、今のところ音沙汰なし。業界関係者の間でも、新潮さんは捕まされたのではないかなんて噂も広がっているらしいですよとしています。事実、先ほど紹介した西脇氏の記事の中でも、伊藤さんの代理人加藤弁護士が、週刊新潮も女性に騙されたのでしょうしと語っています。もしも週刊新潮が被害を訴える女性に騙されていたとしたら、伊藤さんの勝利ということになるのですが、果たして真相はいかに。さらに50代の元テレビマンはこう話します。訴訟の行方に関係なく、スポンサー離れは止まらないんじゃないかという見方もあります。ましてや女性たちとの間に性的な行為がなかったとしても、本当にその際に妻が妊娠中だったとしたら、女性からの反感はさらに強くなるでしょうし、やっぱりスポンサーは手を引くでしょうねと述べています。サッカーで言えば、試合終了間際に逆転ゴールを決めたものの VAR が介入し、ビデオ判定の結果待ちといったところでしょうか。相手は無効を主張する、お互い一歩も譲れないのが現状だと言えるでしょう。歌手でタレントの松田優輝が20日放送の東京 MX バラ色ダンディに生出演しました。性加害の疑いで刑事告訴されているサッカー日本代表ミッドフィルダー伊東純也さんが、女性側を相手取り虚偽告訴の疑いで約2億円の損害賠償請求訴訟を起こしたことについて言及した上で、自身が週刊誌に撮影された時の経験談を語っています。今回の一件について松田さんは、周りのサッカーファンの友達が報道のタイミングについて怒っていましたと明かし、事実関係がはっきりしてないのに記事を出していいのかなと思いましたと言及しています。自身も以前にとある芸能人とたまたま会って、談笑しているタイミングで週刊誌に撮影されてしまったといいます。その日、松田さんはそのまま家に帰り、その芸能人は他のグループと合流して朝まで飲んでいたようです。週刊誌はその芸能人と他のグループと飲んでいる時に、遠目から松田さんに似た風貌の女性を松田さんとして何十枚も写真が撮影されていたという経験をしたといいます。事実だった場合はわからないですけど、事実じゃなかったら迷惑なんですよと強めなコメントをしていました。19日放送の日本テレビ系情報ライブミヤネ屋では、サッカー日本代表フォワード伊藤純也さんが女性2人から性被害を虚偽告訴されて名誉を傷つけられたとして、虚偽告訴の疑いで女性側を相手取り約2億円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴したことについて特集しました。コメンテーターで出演の本村健太郎弁護士は、今回伊藤さん側の弁護士が週刊誌を相手に裁判を起こしても、実際に取れる額は200〜300万円、週刊誌も女性の発言を信じてしまっただけと思うので、今回
提訴の対象にしていないと発言していることについて聞かれると、松本人志さんの件と同じですねと発言しました。基本的に民事訴訟の場合には訴えた側、原告側が立証責任を負います。ここは刑事責任と違います。現時点では伊藤選手の方が女性2人の虚偽告訴を問題として民事訴訟を起こしたわけですから、伊藤選手側がまず女性2人がやっていることは虚偽告訴だということを立証しなければならないと説明しました。その上で、ただ今回の流れを見ていると、女性2人がまず刑事告訴しましたと、で伊藤選手の方でそれを虚偽告訴だと逆告訴したと、さらに民事で訴えたと、流れ的にはこのあと伊藤選手側がどんどんすごいスピードで活動してらっしゃいますが、当然このあと女性側が逆に伊藤選手を民事で訴えるという流れが予測できますと続けました。その上で、反訴という形になるかと思います。最終的には両方がそれぞれ訴えていることについてそれぞれ立証責任を負うということになって、おそらく最終的には性加害があったかどうかというところが最大の争点になるだろうと思います。ということで、女性2人の証言が一番重要になってくるかと思いますと話していました。いかがだったでしょうか。今回は伊藤純也さんの騒動の続報を見てきました。いろいろな情報が飛び交っているのが現状です。一方は伊藤さん側、一方は女性側に立った記事を書いている状況で、元は同じ話題であるはずなのに証拠とされるものがバラバラです。当然証言だけで判断することはできず、それを証明する証拠が必要となってきます。現時点で伊藤さん側の証拠について弁護士は絶対的な自信を覗かせています。一方で女性側については証言がコロコロ変わっているようです。今後裁判でどのように判断されるのか、とても興味深いところです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。